からいつの日かいつの日か超える気がしたの。歌いに来た。エアじゃん。ゴースト？うん。カナエのお化け。やっぱそうだったんだ。声似てるし、なんか変だと思ってたんだ。田舎に帰ろっかな。え？なんで？今いる寮出なきゃなんないし。レッスン受けさせてくれるはずだったプロダクションも潰れそうだし、夢も希望も分かんなくなっちゃった。なんだそんなことで。そんなこと？だって大変そうに言ってるけど、どれも当たり前のことだろ。バイトするのも家探すのも。成功が約束されて田舎から東京に出てくるやつなんかいないだろ。それでもやりたいことがあるから頑張るんだろ。誰だって悔しい思いもしてる。簡単に諦めんなよ。今が半分くらいかな。マラソンだったら半分どころか、まだスタートラインに立つ前だろ。え？やっと入場門入りましたって感じ？よし、じゃあ早速聞いてもらおうかな。